はい、ヘビキャラやってみます。ベイトでヘビキャラやったら反応どうなのって気になったんで。シンカーがね、スピニングよりもまあ重たいし、で、タングステンやからシンカーが硬い分、音もね、出せるんで、より広範囲から魚拾えるんちゃうかなと。この辺の、まあ、沖に魚がいてるのかどうか知らんけど。わからんけど。おったらね、広範囲から魚呼んで、釣れちゃえる。17グラムぐらいのシンカーですね。5分の 3？ かな？多分17グラム。で、具はスーパースティック。リーダーは8ポンド。で、ミスった。まあ、目の前バス泳いどって、そっちに聞いとられた。サイトも好きやけど、やっぱりブラインドで釣れるってなったら楽しいですよね、ブラインドは。当たり取ってかけていく工程もやっぱ好きなんで。はい。まあ多分魚釣れたらサイトの方が賢いです。バックラッシュした。ただ一つ言うとね、ああ、ここ溜まりそうやな、みたいな地形がないんですよ。ブレイクみたいな感じの。まあ、ずっとこう、まっすぐじゃないですか、川が。まっすぐ入ってるんで、特にその美味しい地形がね、そこというか、こっちが多分メインチャンネルになってて、で、真ん中ら辺でちょっとね、ブレイクはあるんですけど、そんな美味しくないんですよね。そこまで。ただ、朝の感じで言うたらめちゃくちゃ魚多かったんで、もしかしたらこの辺でも散らばってて、それがこのシンカーの音とかで気づいて寄ってきて食ったりせへんかな、みたいな。そんな考えですね。オッケー、キャロで食うやん。こっからちょっと慎重にね、ドラグ緩めてもいいかもしれんな。ドラグ緩まれ、結構いいサイズっすね。よう引くな。結構普通にいいサイズ、でかいでかい。うわ、なんか後ろからめっちゃ追ってきてんねんけど。でかいな、これ。これ結構でかいっすよ。このフィールド、まあまあ、マックスレベルででかい。これでかいで。50アップやん。あ、50アップ来た。やった。ブラインドで50アップ釣れた。ほら。でか。でかいわ、これ。これはでかいわ。よう引くわ、そら。やったね。
これは嬉しいな。ブラインドで釣れるは嬉しいな。はい。ブラインドでね、多分50あるかな。サイズ測ります。あれ？メジャー持ってきたかな。いや、メジャー持ってきてへんかもしれへん。まあまあ、多分50は超えてますね。でもどう見てもでかいっす。しゃ、ありがとう。うん、スーパースティックヘビーウェイトのキャロででかい。リアルメジャー忘れたわ。50は絶対ある。うん。まあ、50アップですね。ありがとう。でかい。普通にでかい。メジャー忘れたな。せっかくセリアのメジャー忘れんように3つ買ったんですよ。3つ買ったのにカバンに入れ忘れてるっていう意味わかれん。入れとかな、ずっと。3つも買ったのに。何してんねん。まあでも、でかかったんでよかったです。うん、楽しい。なんか、朝やからか分からへんけど、あんまテンション上がってないように感じますけど、むちゃくちゃ楽しいですよ。ブラインドで釣れるっていうのは嬉しいな。しかもこの、結構ここサイト場なんです。サイト場というかサイトフィールドなんですよ。結構多分サイトやる人が多いフィールドで。で、そこでちょっとキャロで釣れるっていうのは嬉しいな。結構思い通りやから。スピニングで反応を見てから、スピニングでサイト場でね、反応を見てから、ブラインドに生かす。正味ね、これが確実にこのポイントで食うな、このスポットで食うなって分かったら、圧倒的にね、沈む虫とかの方が多分釣れると思うんですよ。ただ、現段階ではそこまで分かってなくて、で、すごい広い景色から釣っていく。で、今釣れたのもね、特に何もないんですよ。もうこういうところ。ほんま何もないところで釣れたんで、まあこういうところで釣るんやったら、やっぱこうヘビキャロで、シンカーの音で絶対寄せる方がね、まあ手っ取り早いんでね。言うたら、めちゃくちゃ濁ったの池で、サイレントのバイブレーション投げるか、ジャラジャララトルのバイブレーション投げるかみたいなとこかな。の違い。まあ実際そのラトルの違いがあるんかどうかは僕は知らないですけど、まあそんななんかそっちの方が釣れそうなイメージあるじゃないですか。めちゃくちゃ濁ったとこやったらラトルで気づかしてみたいな。そういうイメージですね。ヘビキャロは。こういうとこでは。明らかに音鳴ってるんで。で、しかもタングステンで甲高い音が鳴ってると思うんですよ。だいぶ広範囲から気づくはずやから。今年は結構このヘビキャロとかよく使いますね。まあ昔はめっちゃ好きやったんですよ。どっちか言ったら三つまたキャロが好きで、よう飛ぶから。でも昔なんか単純に飛ばしは釣れたんですよ。飛ばしは釣れたから三つまたキャロでよかった。ただ、まあ今ね、だんだんバスってこう連れてきてるじゃないですか、どこ行っても。その中でやっぱ三つまたキャロよりも、このちゃんとした普通のキャロの方が、しっかり仕掛けていけるというか、で、シンカーがやっぱ前にあるから、その後ろにワームが来るわけじゃないですか。だからシンカーでちゃんとこうボトムを感じて地形を感じて、あ、ここいいなってところがあれば丁寧に誘ったらいいし、だからその後ろワームがねついてくるわけなんで、でリアクション効果もね三つ股キャロよりも絶対高いんで、根掛かりとかも外しやすいし、飛距離飛ばしたかったら三つ股キャロですね。絶対に全然違いますからね、飛距離は。飛ばしは釣れるみたいなポイントがあれば三つ股キャロ、今の時代でも別にね、それは。ただこういうね、飛ばしは釣れるとかじゃないところは普通のキャラの方は圧倒的にいいなと思います。しかしあのサイズのバスはあれやな、バックウォーターには折れへんかったからな。この辺で止まってるんかな、もしかしたら。よう飛ぶ。マジでこれ、ええわ。ジリオン HD。で、これね、ゴールドワークスの円筒式っていう、ベアリングに変えてて。
おお、抜けた。食った食った。オッケー、オッケー。キャロ食うな。うわ、後ろ追ってきてるな。やっぱりバックウォーターで釣ったやつよりはやっぱサイズいいな。うん、ちょっとサイズいい。おい、オッケー、ありがとう。まあ、ちょっと、言うてちょっとですね、40ないぐらい。38ぐらい。ほら。口ちっちゃいな。成長スピード速いタイプ。うん、39ってとこかな。ありがとう。これ沈み虫やったらめっちゃ釣れそうやな。でもキャロの方がええかな。寄せれるのはキャロですからね。ただその分釣れるのももちろん早いですよ。結構な速度で釣れていくはずなんで。その点ね、高比重は釣れへんから、ノーシンカーは。食ったわ。オッケー、2連続。まあまあいいな。お、まあまあいいわ。めちゃくちゃ食うやん。マジやばいな。これ多分反則っすね。あの、このスーパーセック高比重のキャロ。4ジャップや。やった。はい、4ジャップ。いや、これやばいわ、ほんまに。最近ね、いろんなフィールド行って使ってますけど、どこ行っても釣れるから。とりあえず釣りたい人は、まあ、これのノーシンカーじゃなくて、スプリットショットか、キャロ。で、まあ、ヘビキャロでもいいんですけど、わかりやすいのはライトキャロとか、ライトスプリット。で、いいかなと。はい。これ4ジャップですね。ありがとう。ちょっとマジで釣れすぎるな。何よりも高比重と違って、時間かからんっていうのが、いいっすよね。こんな2連続ポンポンって釣れるじゃないですか。これ高比重やったらね、時間かかるんで。
出すか。あれ反応せえへん。うわ、一瞬着水で反応したけど、あかん、逃げた。めちゃくちゃ、1秒ぐらい、うわ、向いてもたみたいな感じで、笑けるな、今の。今のバスの動き、ほんま笑けるな、おもろかったな、今。はい、3投連続。もうあかん。これキャラやばい。3投連続っすよ。キャラやばいわ、これ。うわ、後ろめっちゃ追ってきてるし。うわー、でかいの追ってきてるやん。でかい、見て見て見て、これ映ってるかな。これ映ってるこれ。まあ、後ろからでかいの追ってきてる。我に返ったわ。でかいの多いな。結構後ろにでかいのおるですね。あいつら釣っていきたいな。楽しい。楽しすぎる。たまらん。サイズはちっちゃいけど、もう当たり出るのが楽しい。これ30センチぐらいですね。最小サイズ。ありがとう。たまらんすね。もうこの水の綺麗さで、もうこんな連発。食わすところは一つ分かった。今、投げてるところ、ちょっと負荷になってるんですよ。そこだけ。そこでめっちゃ食いますね。で、まあこれ8ポンドなんで、割とね、8ポンドってかなり強いんで、なんかラインってね、僕の中で7ポンドと8ポンドの差結構あって、8ポンドからいきなり強くなるんですよね。ただ8ポンドからいきなり、そのサイトとかやってると食わせにくくなる。だから僕スピニングで7ポンドまではよく使うんですけど、サイトでもね。その分8ポンドって結構なんか強いイメージあるんで、まあ実際そんなね、差はないと思うんですけど、僕が使ってて感じるのがなんか8ポンドぐらいからちょっと違うなと。だからまあ割と強いんですけど、まあキャロなんでね、ボトム引きずるし、多少ね、ねずれもあるやろうし、結び替えは怠らず。